2020年東京オリンピックのアーチェリー競技は2021年7月23日から31日に開催されたオリンピックアーチェリー競技である。世界アーチェリー連盟が管轄する東京都江東区の夢の島公園アーチェリー場で開催される。男女個人戦、団体戦に加え、本大会から新たに採用された混合団体の5種目で実施。 個人戦は男女64名ずつが出場、1カ国からは男女それぞれ最大3名まで出場、可能。団体戦には男女12カ国ずつ、混合団体には16カ国が出場する。参加選手の総数は前回と同じ128名。団体戦には開催国の日本のほか2019年アーチェリー世界選手権の上位8カ国、 2021年6月の世界最終予選の上位3カ国が出場する。団体戦の出場権を得た国は個人戦においても団体戦に出場する3名の選手を出場させることができる。それ以外の国は個人戦に男女それぞれ1名まで出場させることができる。団体戦の出場国を除く国の個人戦の出場権は世界選手権の個人戦。 上位4カ国、各地域の総合競技大会の混合団体上位、1カ国のほか、大陸予選、世界最終予選、招待により決定する。同じ国が、複数の条件で出場権獲得の条件を満たしたことで、不使用となった出場権は、世界最終予選からの出場権に振り返される。混合団体戦の決勝トーナメントには、本大会のランキングラウンドにおける、 成績上位16カ国が出場する。出場権は NOC に与えられるため、NOC は出場権を獲得した選手以外を派遣することもできるが、標準記録を2019年世界選手権から2021年6月28日までの間に達成した選手に限られる。日本代表選手の選考を2019年11月から2021年3月に、 かけて開催される3回の選考会により決定される。2021年3月21日に行われた最終選考会の結果、5大会連続のオリンピック出場となる古川高春ら男女各3名の代表が決定した。天候により7月27日午前中の競技は午後に再スケジュールされた。いずれの種目もリカーブ棒を用いて70メートル先の 直径1 2 2トルの的を射る。中心の円に当たれば10点。以下、得点となる円の帯が並んでいて、9点、8点、1点と、外側に向かって点数が小さくなる。競技は、ランキングラウンドとトーナメント形式による本戦の2部構成で、開催される。5位から8位は準々決勝の成績により、決定される。ランキングラウンドでは一人が十二射し、 合計得点で1位から64位までの順位を決定する。トーナメントの組み合わせは1位、第64位、2位、第63位と決定される。トーナメントでは1射ずつ交互に放つ。1セット3射30点満点で得点の高い選手に2ポイント、同点の場合は両者に1ポイントが与えられる。6ポイント選手で試合に勝利する。 5セットを行った結果、両者5ポイントで並んだ場合は、シュートオフを行い勝者を決定する。シュートオフは1人1社ずつ行い、より中央に近い矢を放った方が勝利する。ランキングラウンドの成績で、トーナメントの組み合わせが決まる。トーナメントでは、1セットに3選手が、各2社死揮6者60点満点で、得点の高いチームに2ポイント、 同点の場合は両チームに1ポイントが与えられる。5ポイント選手で試合に勝利する。4セットを行った結果、両チーム4ポイントで並んだ場合は、シュートオフとして1人1社ずつ行い、合計得点により勝者を決定する。合計得点が並んだ場合は、最も中央に近い矢を放ったチームが勝者となる。ランキングラウンドで国ごとに最も成績が良かった。 男女一人ずつのペアにより競われる。ランキングラウンドの成績で、トーナメントの組み合わせが決まる。トーナメントでは、1セットに2選手が、各二者死刑4者40点満点で、得点の高いチームに2ポイント、同点の場合は両チームに1ポイントが与えられる。5ポイント選手で試合に勝利する。4セットを行った、結果、両チーム4ポイントで並んだ場合は、 男女団対戦と同様に周到府を行い勝者を決定するランキングラウンド結果ありがとうございます。